続いてはブロッククエストメーカー。ダンジョンを作って作ったダンジョンで遊べちゃうゲームです。まずは床や壁を配置してマップを作っていきましょう。扉やスイッチなんかもあるんですね。そしてこのゲーム最大のポイント、リンク。配置したものをつなぐことで、なるほど、スイッチを押したら扉が開く仕掛けが作れるんですね。その他にもリンクすることでモンスターを倒したら橋が降りるとか、キャンドルを灯すと宝箱が出てくるなど、組み合わせで無限大のダンジョンが作れちゃいます。おお、これはすごく RPG っぽいですね。ちょ、こっちはモンスター多すぎ。作ったダンジョンはオンラインで公開したり、他のプレイヤーが作ったダンジョンに挑戦することもできます。さらに120ものステージがあらかじめ用意されているので、作るのが苦手な人でも楽しめますよ。 BQM ブロッククエストメーカーは本日より配信開始。